はい、おはようございます。マルキューインストラクターの、林健二です。今回はね、僕が最も得意とするこの投げ釣りでハゼ、カレイ、シロギス、このね3つの魚の、釣り方のねコツ、まあ、皆さんにね役に立つようなね内容を盛りだくさんで動画をね撮ってみました。それでね、ハゼ、カレイ、シロギスごとにパートが分かれてるんで、皆さんねお好きな、対象魚で選んで、見ることができますんで、ぜひこれを見て参考にして釣りに行ってみてください。それではどうぞ。まずはねハゼ釣りの方からやっていきたいと思います。はい、竿はね、まあシーバスロットとか、まあ、エギングロットとかっていうね、まあ、身近なね、まあ、ルアロット、それと小型スピニングリールに、まあ、これはね PE の 0.85、 そして先に、まあ、フロロカーボンの3から4号ぐらいを、まあ、1メーターぐらい、うん、入れとくといいと思います。ハゼ釣りもそうなんだけど、投げ釣りって意外と地面をこすって探る釣りだから、ちょっとね太めの糸をね少しつけとくと、根ずれとかね背ずれとかねしにくくなって切れにくくなる、まあ、ちょっとここね、まあ、ポイントですよね。そして、まあ俗に言う、まあ、L 型天秤もしくはまあ肩天秤って言われるね天秤で、まあ、ここがね自在に動くタイプ、これがね結構当たりがね取れるコツなんですよ、うん、これ動くとね動かないとではね当たりの出方全然違うからね、ちょっとここもね一つポイントだと思います。そして、砂釣りが来て、ここに仕掛けが来ます。まあ、今ね、3本針でやってます。針の大きさは、今日はねこれは8号、うん、キス針の8号ね、うん、ちょっとねハゼ釣りなんだけど、まあキス針の方のがかかりがいい感じがします、うん、で僕はよくねキス針使ってます。今よくね市販の仕掛けでこういうね50本針っていうのがあるんですよね。でこれだと2本針にしたり3本針にしたり欲張って4本針とか、状況が許せばねそういう使い方ができるんで結構お得かなって。ハゼなのにキス仕掛けを僕はよく使っています。餌はね青磯麺を用意してます。まあ、こんな感じでね、こういう風にねバーミキュライトとかに、ね、入ってます。使う分だけ小出しに餌箱に入れてもらって、はい、まあ、大体そうだね30分ぐらいで使い切る分を入れてもらって、こっちのいっぱい入ってる方は外に出しっぱなしにしてるとすぐに弱っちゃうんで、クーラーボックスに入れて保管すると。これこのままつけようとするとねすっげー滑るんだよね。ぬるぬるしててで結構使いにくいよっていうところで、グリップパウダーっていうこの虫餌の滑り止め、これをまぶしてあげると非常に使い勝手が良くなる上に集魚効果も上がる。この中にねちっちゃい文法状になったものが6袋入ってます。ここをね開けていただいて、取り出したものがこちらになります、ね、餌箱の中に、入れてまぶしていきます。これ軽い素材でできてるんでね、風のある時とかはふわっとね舞っちゃったりするからね、はい、まあ、こんな感じでちょっとまぶしてあげてください。餌を、つけていきたいと思います、ね、全然今度ほら滑らなくなりました。つけやすいです。針の下元
この糸巻いてるところね、地元を持ちます。で、針先を真ん中に入れていきます。よいしょ。で、針を動かさず餌だけを動かしていって、はい、まずこんな U の字みたいな形にします。そしてこれを180度反転させて、よいしょ、反転させて、この今まっすぐダラーンという形で、このままつけて投げちゃうとこの尻尾だけ食べられたりしちゃうから、だいたい針から、まあそうだね、普通の時は5ミリぐらいで切ります。針先出てて構わないからまっすぐになるような感じ、こんな感じでね、どうかな、そんな感じでね、刺してあげるといいかな。でハゼ釣りとかだとね、竿をね、まあ、2本とか3本とか並べてね釣ることが多いんで、まあ、こういうね三脚っていうね、竿立って竿置きですよね、使うことが、まあ、多いんですけど、このね三脚のね、このセットの仕方っていうのかな、これ1本こっち1本を前にする、よくね2本をね前にしてる人いるんだけど、この1本側を前にして、で2本側を後ろにする、これがね安定するね、セッティングなんですよね。で必ずこの、まあ重し、まあこれ水汲みバケツでね、水入れて重しにしてるけれども、この重しを使うっていうのが三脚が倒れないコツ。よくこの三脚だけあって真ん中に重ししてないよっていう人がねいるんだけど、そういう使い方するとパターンって倒れちゃうから、絶対に三脚は一本前足を出して重しをかけるっていう使い方、ね、してもらうと安定して竿を置くことができます。じゃあ3本セットできましたので、ちょっと投げたいと思います。で投げるときね、針がついてね危ないですからね、周りに人がいないかね、左右前後、確認して、そして、投げます。はい、よいしょ、はい、で着底を確認したらベイルを起こして、はい、糸を張って当たりを待ちます。よいしょ、はい、で次ね、もう一本ね投げていきたいと思うんだけど、まあ、川を見て、まあ、川っていうかね、まあ、どの釣りもそうなんだけど、少し高いところから見ると色の違いで、まあ、ある程度深い、あ、ここ深いなとかここ浅いなとか、判別できるので、まあ、そういう時にあとね偏光グラス、まあ、かけてもらうとより分かりいいと思う、うん、ちょっとしたその深みだったり、その深みの駆け上がりに仕掛けを止めるとかすると釣れる確率が少し上がるんではないかな。よいしょ、じゃあちょっと投げますよ。はい、よいしょ、はい、着底確認したら糸を張ります。よいしょ、はい、で当たり待ちます。でね、今ねこれ投げてる間にこっちの竿がねビン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 ってね当たってたんですよ。でこのね投げ釣りの場合、よく浮き釣りとかね脈釣りだと当たりがあったらピュッて合わせるけれども、基本向こう合わせで、このね向こう合わせっていうのは自動的に天秤が針にかけてくれる。で当たりがありました。で、まあ、ちょっと放置しといて上げると、かかってるって算段なんだけど本当にかかってるかな。よいしょ、上げてみますよ。よいしょ、うれうれうれ、三連だよ。よいしょよいしょよいしょ、ほらハゼってそのちっちゃい群れでいるんですよ。なんだろうな、
10匹20匹とかそういう感じでね。だからね、逆にね、1回当たりがあってもわざと待つの。それで2回3回当たりがあるのを確認してからあげると、こうやってレンで釣れるんです。これがね、あのうまいこと展開できると数釣りができるんですよ。1回当たりがあったからって言ってヒュッと上げちゃうと1匹しかついてなかったりするんだけど、いいポイントにはハゼが群れでいるから、ちょっとね1回2回当たりがあるので、ね、まあ1回2回だから2回3回当たりがあるので、ね、待ってから上げるとこんな感じで釣れてきます。当たった当たった今当たってるよ。おおおおよいしょ竿持ってくれたよ。これ大きいハゼだよ。よいしょ、ね、あの投げて落ちた瞬間にあのグググググっと竿先持ってかれたんだよね。であれハゼなのかなって思って、まあ、とりあえず上げてみました。そしたら大きいハゼでした。もうね、今ね3回ぐらいね当たりがね あるからね、ちょっとねあげるよ当たり自体はね3回4回ぐらいねあったんだけど、1匹の魚がね結構ね暴れてたりもするから、必ずしも当たりが3回あったから3匹っていうわけではないけど、うん、可能性は上がります。あれ今当たったね。こっちもね今ね探った瞬間に当たったんだよね。だからどういう風に仕掛けが動いた瞬間に食うのか、止めた瞬間に食うのか、その日によってみんな違うから、そうすると次の展開が引っ張り出しやすい、うん、当たりがねなかったらね、こうやってねちょっと誘ってね仕掛けをね仕掛けの位置をねずらしてあげる。そうするとそのずれた周りにいる魚とか動かしてる時にあの餌が動くんでハゼが寄ってきてパクって食ったりします。置きっぱなしっていうのは釣れない原因だから、適度に動かしてあげる。水温がだん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 下がってくると魚の活性も落ちてくるんで、この間の取り方っていうのかな、それがね、結構ね重要になってくる。秋のねまだ初めの頃っていうのは入れてすぐとか動かしてすぐに当たりがあるけれど、だん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 秋深まってきて水温が下がってくると、動かして食いつくまでちょっと置く時間を1分2分置かなきゃ当たりが出ないよってなったり、その活性をねあの見極めるっていうのも、釣るコツ。これからもっともっとね寒くなってくるとハゼって食っても当たりを出さない、動かないんだよ。そうするとイグイっていうね、言い方するんだけどね、そうすると当たりが出ないから、たまに自分で動かしてやって、そうすると動かせば魚がククククって動くから、それであついてる乗ってるっていうのを確認して回収するようにする。2つついてました。いやいやちょっと待ったら3つになりましたはい、レンガケですぐ釣れるようになります。そうするとねファミリーできてもねすぐいっぱい釣れるようになりますからね。はい、ね、1時間ちょっとでねあのコツさえつかめばこんなに釣れちゃいます。さっきのは投げて置いといて、置き竿で当たりを待つよっていう釣り方で、今度のは投げて積極的に探って釣るっていう探り釣りって僕は呼んでるんだけどね、これからねやってみたいと思います。使ってるのはね、これはね僕はね海上釣り堀用の、竿の、脈釣りで使う竿なんですよ。あの竿先がね柔らかい、ソリッドのね柔らかい竿、なんだルアーロットのメバリングとか、なんだソリッドティップの、エギングロットとか
そういうやつでも全然代用できるんで、大丈夫です。で、まあ、小型スピニングリールに、道糸は PE の、まあ、08で、まあ、ちょっとね、あれハゼ釣りなんでちょっとそこがガラガラしてるところが多いんで、まあ、ショックリーダーとかねずれ対策で、まあ、3号くらいのフロロカーボン、まあ、これ1メーターぐらい入れてます。そして仕掛けがこんな感じ。これ誘導です、誘導もう、ね、それで自動張り付けがついて、でさっきの釣りでは砂釣りをつけてました。あれは天秤があって、その天秤に仕掛けがまとわりつくのを防ぐためにちょっと太い糸で砂釣りをつけてます。でも これはもうその置きっぱなしにはしないで、常に探る釣りなんで、砂釣りはつけてません。仕掛けはまあさっき使ってたのと、投げ釣りの仕掛けと同じ、50本のキスの仕掛け、それ、まあ、ちょっとこれは自作してるけれども、そういうんで、まあ、2本針ぐらいでやります。ただね、軽く投げますよ、うん、はい、よいしょ、軽く投げまして、糸を張ります。で張って、まあ当たりがなければちょっと動かします。で止めます。そして当たりを待ちます。でまた、あ、当たった。当たったらこうやって合わせる。そうすると、はい、ほいほい、探って1匹目。当たって合わせる釣り方、うん、さっきのは当たって向こう合わせで釣る釣り方、ちょっとね、釣り方のスタイルが違うんですけど、こうやって釣れます。探る、止める、この間の取り方、これが止めてる時間がその活性の高い時はもう本当止めてすぐに当たりがあります。でも活性の悪い時、低活性の時なんかはこの止めてる時間が5秒だったり7秒だったり10秒だったり、それをね、まあ、見極めながら探っていくんだけれども、やっぱりさっきのね釣り方ともう決定的に違うのは、もう合わせるのか合わせないのか、この釣りは合わせないと魚がかかりません。これかかった。で今当たりがあって竿先をちょんと返します。そうすると魚がかかる。向こう合わせで釣れるのか掛け合わせで釣れるのかっていうのは、まあ、一つにさっきの、置き竿の釣りっていうのは天秤を使ってる。天秤使うと自動的に天秤が仕事をして向こう合わせでかかる。天秤のバネ効果っていうのを利用して向こう合わせでかけてるんだけど、これ天秤がないから自動的にはかからないんですよ。だから自分が、即合わせをしてあげなければいけない。当たりがあったら、ちょいと竿先とか竿をね返して、返してっていうのは竿をグッと何ていうのかな、こういう感じでね合わせを入れてあげる、うん、それで自らフッキングさせなければかかってこない、うん、だから結構ねゲーム性が高いっていうのかな、うん、この釣りは。よいしょ、ほら釣れた。よいしょ、分かったかな。でまあちょっと根がかりがね多いようなところだったら一本針にしてもらってもね、構わないんで、僕欲張りだから2本針にしてるだけだから。よいしょ、いい当たり、ういうい。ハゼ釣りもねいろんなね釣り方があるんで、掛け合わす釣り、待つ釣りね、自分のねスタイルに合わせて楽しんでもらってもいいかと思います。カレー釣りにやってきました。
まあ、彼って言えばね、シロギスと並んで投げ釣りではね、2大ターゲットの一つです。まずね、タックルからですけれども、まあ、彼のね投げ釣りの時は、まあ、投げ竿ですよね。で比較的、まあ、25号30号っていう重たい重りを、投げることが多いん で竿は、まあ、27号30号、まあ、そのくらいの、硬さの竿で、長さは4メーターから、まあ、4メーター20くらいかな、リールですけれども、あの投げ釣りっていうと、まあ、ドラグのないリールっていうのもあるんですが、カレーとか、まあ、こういうちょっと大物系の、投げ釣りでは、まあ、ドラグ付きの投げ専用リール、まあ、こんな感じのね、リールをねセットします。そして、まあ、今巻いてるミチ糸ですけれども、これは PE の、まあ、1.5 号から2号ぐらい、そして、先端には力糸、テーパーラインね、僕は、まあ、テーパーラインも、PE をね使ってます。PE のテーパーラインで、まあ、大体2号から、6号7号ぐらい太いところが、うん、大体まあ13メーター15メーター、まあ、そんなものがね市販されてますんで、それをね、先端に結んでください、はい。そして、天秤ですけれども、結構カレーって当たりがあった後に送り込んでさらに飲み込ませるとか、そういうなんていうのかな、釣り方をするんで、まあ、誘導式のね天秤、まあ、僕は特に、飲み込ますのを重視したりするんで、全誘導タイプのこういう天秤なんだけれども、まあ、こっち今道糸側がついてまして、こっち仕掛け側なんですけど、当たりがあるとこのまま重りがフリーに動く、まあ、そうすると当たりがあった時にギュンとビューといってしっかりと飲み込んでくれる、まあ、こういう、タイプの、天秤を使ってます。で重りなんですけれど、まあ重りは、まあ、僕は浮き上がりを重視して、まあ、ジェット天秤を加工した、重りですね使ってます、まあ、これ別にあの六角重りの25号とか30号でも全然構いません。鉛だけのやつでもね。で天秤のね、先につける仕掛けですけれども、まあ市販のカレー仕掛けで、まあだいたいまあターゲットが30センチぐらいだったら、まあ針13号ぐらいで、まあ35、40センチそういうサイズを狙うんだったら、まあ14号くらいっていうのを目安にしてもらえればいいかと思います。セットしたらね、折り癖がついてるんで、一度ねこうやってしっかりとあの折り癖を取ってください、次にね餌の準備をしていきますけれども、まあ、これ青い染め今日は用意してきました。はい、青い染めね、はい、たっぷり用意してます。だいたいね、半日釣る分量として、まあそうですね、まあ、特にシーズン初期とかだったら餌取りも多いんで、竿1本に対して、まあ、大体 100g ぐらいは用意しておくとちょっと安心かなって思います。で、まあ、タッパーとかね餌箱に入れてもらって、で餌つける時にねこういうちょっと小出しのね餌箱を用意しておきます。でこっからよいしょ、はい、取って、まあちょっと使う分ね。でこっちのいっぱい入ってる方はまた出しっぱなしにすると弱っちゃうんで、クーラーボックスの方にね、しまっておきます。はい、よいしょ。そしたらこのね、青い染めにはこれね、グリップパウダーっていうね、結構虫餌って動いてね、つかみにくいんで、つかみやすくするとこのパウダーの中に臭魚成分が入ってて、魚を泳いでって寄せる効果のあるこのグリップパウダーを使います。はい、6袋ね、入ってます。結構ね、軽い素材でできてるんで、風のある時とかね注意してください。ブワーッと舞っちゃったりするからね、よいしょ、ブワーッと
うわうわーとかけてください。よいしょ。全体にまぶすような感じで、全体にこうやってね、付着すればもう全然滑らない。滑らなければ手返しよく餌をつけることができます。このね、餌の頭の硬いところをまずちょっとある程度1センチ2センチぐらい刺しますね。で1本2本はいよいしょ。3匹目はさっき頭の上の方側からこう刺してたんだけど、逆に3匹目は頭の下側から口の方へ抜く感じ。よいしょ、こんな感じで、これがまあふさがけって言われるもんです。だいたい一つの針に3匹から、まあ、磯目の太さにもよるけれど、まあ、5匹ぐらい、かけて、ボリューム感を出します。そして僕よくやるのは、これ3匹かけた後この尻尾をちょっと切ります、カットします。そうすると、まあ、こんな感じで、この切り口から磯目の体液が出ることによって魚を誘います。匂いで誘います。で動きでも誘います。そうすると、あとこのグリップパウダーの収容力と、もう全部合わさって相乗効果で魚を引き寄せることができます。で同じようにね、まあ3本針がついてるんですけれど、こんな感じで全部つけていきます。じゃあセットしたんで投げていきます。はいはいはい。で投げるときね、左右後ろを確認して安全を確かめてから、はいはい、投げていきます。よいしょ。あ、潮目にいいとこ入ったな。潮目のいいところに、よいしょ。で竿をね、これ三脚に置くときって、まあ、今ねドラグフリー調法って言って、そのドラグ緩めて当たりがあると糸が出るよみたいな形でやってるんだけど、そういうときってこういうふうにポンと置いちゃうと、ここに糸がかかってるでしょ。こうするとドラグ当たりがあったときに糸が出にくいのね。だからこういうときはこういうふうに糸が三脚の下を通るようにしてあげる。そうすると当たりがあった時にスッと糸がしっかりと出てくれます。よいしょ。まずね、当たりを待つ時のコツとしてこういう風にねセットしておくといいです。で、ね、三脚はね必ず立てる時は一本足の方を前にする。そして重しを絶対にかける。それが三脚を立てる時のコツ。あとは足を全部伸ばして竿をこうやって立てる人いるけれど、立てると当たりますときこうやって首をね上げてなきゃいけないのね。そうすると結構疲れちゃうから、海の条件が許すんだったらできるだけ下げてあげる。高さ目線ぐらい、あまり首動かさないで見えるぐらいの、竿先が見えるぐらいの位置にセッティングしてあげると非常に使いやすいと思います。それと三脚設置するときは少し前ね、人間が前出てやり取りできるだけのスペースを空けとくと、魚かけた後は楽だよね。カレー釣りって結構当たりが出るまで時間がかかる魚であったりするんで、まあ、1本の竿でやってるとね結構手持ち無沙汰になるんで、まあ、2本3本同じタックルを用意して、狙うっていうのが、まあ、スタンダード、まあ、基本的な
ところです。で、まあ、2本3本用意するんだけど、今度じゃあ釣り方っていうところで、まあ、流れのあるところだったら、まあ、投げました、仕掛けが流されます、でもう1本じゃあ投げます、仕掛けが流されます、そしたら回収します、じゃあ、次をローテーションさせながら、こういう風に全部その回しながら釣っていくっていうやり方と、あとは潮があんまり動かないようなところだったら、投げましたね、ちょこっとずつ手前へ引いて手前へ引いてっていう風な探り方だから、縦の探りと、まあ、横の探りですよね、まあ、それはもう状況に応じてやってもらう、うん、まあちょっとね、最初に餌付けをね見せたと思うんだけど、カレイの餌付けって結構餌量つけたりして大変なんですよ、時間かかったりするんだよね。で、意外とカレイって地合いが短い魚、もう仕掛け上げて、そのやっぱり上げてる間って絶対釣れないわけだから、できるだけ陸上にある時間をね、短くしたい、仕掛けをもう1セット余分に準備しておきます。それでもうその仕掛けには餌を全部セットしておいて、で仕掛け、回収しましたって言ったら、もう餌のついてる仕掛けごとチェンジしてもうすぐに投げる。そうするとカレイの短い地合いを有効に使うことができて、まあ釣果がね1枚2枚余分に、伸びるっていうふうになるんで、まあ、ぜひねこの竿プラス1っていう仕掛けを、実践してもらうといいと思います。カレイだったらね、1回当たりがあって今みたくちょっとあの糸をわざと送り込んでテンション抜いてやって、でもう1回当たりがあった時にはだいたいもう口がかりしてるん で今んで当たって、ね、当たりもねなんかね細かくここコツコツコツみたいな、ね、今ほらコツコツって当たったけど、ああいう当たり方するのはだいたい餌取り、うん、カレイの場合もっと明確にドンドンって、うん、入るから。ただね、餌取りいるっていうのはまあ それほど悪い状況ではないかなって。針に磯目刺してるよね。で結構長い状態で刺してると、あのこれ実験したんだけどさ、砂浜のタイドプールとかにさ仕掛けそこポッといって置いとくんだよね。そうするとね、磯目が砂の中にどん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 潜っていっちゃうの。そうすると潜っていくともう絶対に魚から見つかりにくくなっちゃうよね。だからちょっと錆びてで時々探ってあげて、潜った磯目を表へ出してやる、うん、そうやってあの置きっぱにしない、置きっぱにすると餌が、砂の中入っちゃう、うん、そういうこともね考えてやってもらうと、うん、もっともっと釣れるようになるかもしれません。錆びく感覚、まあ、だいたい、まあ、5分から10分ぐらいの間に、まあ、1回少し仕掛けをずらしてあげるようにしてあげると、まあ、潜るのとかをね防ぐ、あの防いでくれる、ね、抜き上げた時にポトリっていうのが多いからしっかりと飲み込ます、うん、ボンボン当たってる時だったら食っちゃってるからもうそのままガンと合わせて持ってこれるけど、バンと食ってそのままその食った瞬間に竿がボンと動いてそのまんま、止まっちゃってるっていうことがあるのね。でそういう時っていうのはあの必ずしも活性が高いわけではない、だから加えてるだけっていうこともある。だからゼロテンションにしてテンション抜いてやると吸い込みやすくなるんで、それでもう一回当たりを待ってやるわけです。そうするともう2回目の当たりだったら確実にそれをもぐもぐもぐって口の中に入れていくから、それで合わせてあげる。そうすると飲んで上がってくるみたいな。あとは聞き合わせだよね。結構イグイしてることがあって、あの竿先に当たりが出てないのに、いや仕掛け移動しようかなと思った時にククッククッって来る時がある、うん、そういう時はもうそこでククッククッって言ったらガッとしっかりと針をかけるつもりでフッキングさせてやる。抜き上げる時にポロッと落とすこと多いから、合わせはねしっかり入れた方がいいです。
個人的にはこの今日やってる釣り場では、右から左、まあ、だから下げ潮がメインになってくるかなって思うんですよ。だけど、まあ、とある釣り場は潮関係なく夕まずめに食ってくるのか、そういう釣り場もあるにはある。あとは、まあ、時期的にね、あの産卵期のカレイになってくると夜しか食わないとか、いろんな、ね、魚、どの魚もそうなんだけども、あの潮の動き出し、まずめ、まあ、こういうところはねチャンスタイムになるんで、まあ、集中してね、やるように、してもらったらいいと思います。当たってる当たってる。今ね、当たりがあって、これ今ドラグフリーなんで、ちょっと、ね、出してあげて竿先が、まあ、戻る程度だよね、うん、これでそうすると今ゼロテンションになりました。これでもう一回これが当たりが入れば、もう間違いなく食い込んでるんで、そしたら合わせる。もうカレイだったらそれで確実に 食ってきます。で、餌取りとかだったらもしかするともうそのまんま、うん、あれかもしれん、餌だけ取られて終わるかもしれないけれど、うん、まあもう多分ね、あれだけ当たってたから、多分もうだから餌取りだったらもう餌がなくなってるか、うん、それかもうカレイだったら食い込んじゃってるかだよね、うん、で今これねドラグ緩んでたからドラグを締めて、そしているかどうか確認して、あ、そのまんまあのテンションなく来ちゃうんで餌取りの当たりだったと思う。はいはい、もう綺麗にねこれ餌なくなっちゃいましたね。ほら、ちょっと何が餌取ってるのか、あの様子見るためにちょっと白ギス仕掛けに変えてちょっと手前やってみようかと思います。まあ、ゆっくりゆっくりね巻いて様子見てみようかな。ちょっと余裕があればねこうやってね、当たりがあっても、まあ、そのカレイの針だとね12、13、14とかね、もうそのぐらいの大きさの針だと何が食ってるか、もう餌取りの種類によってね攻め方がこれで合ってるのかっていうのをね確認するために 1、2頭でいいからやってみると、攻める、なんていうのかな、攻め方が変わってくる、うん、当たった当たった。あれ、これなんか魚フグかな。よいしょよいしょよいしょ。さあ、なんだか当たったけど、なんだろう、フグかな、キスかな、なんだろう。おお手前はこんなんでしたフグだよ、下調べもいたよこれ今2色より手前を探ってみたらこんな感じでも、2色以上投げると餌が丸々残ってくんだよね。何かやっぱりそこでね、海底だったり潮だったりに違いがあるんだと思います。さあ、食ったよ。地合いだよ。よいしょ。さあ、上がってくるよ。よいしょ。おい、でっかい、いいサイズだ。よいしょ。さあ、カレイ出ましたよ。
ほら。ね、今ねもうカレイってね投げ釣りではね幻の魚とかって言われるぐらいね難しいあの魚が減ってきてるね、やつだけど、きちっとねあの基本をね、基本通りにやれば、うん、こういう風にね釣れます。はい、いや、行きますよ。はい、よいしょ。ああ、はい、ね、短い試合をねしっかり掴んでね、これカレイ2枚ゲットしました。はい、砂浜にやってきました。もうね砂浜といえばね、もう投げ釣りのねメインターゲット、シロギスです。タックルですけれども、まあちょっとね爽快にね、元気よくね投げたいなと思ったんで、波継ぎの、投げ竿を持ってきました。で30号で4メーター5センチですね。はい、で、投げ釣り用のリール、そして、道糸がこれは 0.65、 そして、そこにPEのテーパーライン、テーパーラインはね 0.8 から6号っていうタイプです。はい、でスナップ付き寄り戻しが来て、まあこれ L 型の天秤です。そして重りは、はい、まあこれはね27号じゃないかな、はい、ついてます。そして、砂釣りが来て、ここに今仕掛けがセットしてあるんですけれども、仕掛けはね一つの糸に50本針がついてるのよね。それで好きなところで、まあ、2本だったり3本だったり、もう時には5本6本、うん、もっと多い時には8本10本つけたりね、使えるっていう便利なものがあります。こういうのをね持ってると非常にその時の活性に合わせて自由にね設定できるんで非常に便利です。型のいいちょっと落ちギスをね狙ってみたいんで、針は、少し大きめの7号、だいたいねキス釣りだとね6号ぐらいが標準かな。で6号で、まあ、型が良ければ7号を使う、ちょっとちっちゃければ5号を使うみたいな、選択してもらうといいと思います。で針はね今6ね、欲張ってね6本つけてます。だいたいそうね、シロギスの浜からやるときは、まあ、5、6本っていうのもが、まあ、だいたい標準ぐらいかな、うん。まあ餌はね、石五貝、まあ、ちょっとね関東とかではね砂利目っていうんですけれども、うん、今回ね石五貝持ってきました。はい、ね、これ磯目はねどんな釣りでもそうなんですけれども、まあ、一つはクーラーボックスの中に入れといて小出しにして使う、ね、ここからつまんで、こっちは小出し用の餌箱です。はい、そしたらここに、はい、このねグリップパウダー、ね、これがね、6本入ってます。これで、まあ、今こうやって出したんですけれども、これをねパッと入れていきます。はい、これちょっとね粉軽いから風強いと飛ばないようにね、それで、これをまぶして、このね粉をねまぶすとしっかりとつまめるっていうのと、この粉には魚を寄せる成分、集魚力がね含まれてる成分が含まれてて、魚を寄せる効果があります。まずねこの、まあ、シロギス釣りの場合、まあ、よくやるのは、この頭のところがちょっと硬いんで少しカットします。カットしたところから、カットしたところの中心から針を刺してグッと、まず U の字にしたら180度回転させて針先出てて構いません。それでまあだいたい針と同じぐらい、もしくは5ミリぐらい出したところで
切ります。こんな感じね、あの針の軸に対してまっすぐ刺すっていうのが紐、これをね、全ての針に同じように刺していきます。大きいの釣りたいとか、食いしぶりでアピールしたい、そういう時には大きめにつけて、あげるといい場合もあります。で投げる時はね、周り気をつけてね、人がいないか、ゴミが落ちてないかね、確かめていただいて、はい、投げますよ、はい、はい、よいしょ、今ねちょっと軽く投げてね、まあ5色半くらい、5色半ってね、1色2色ってね、あの投げ釣り師の人はねよく言うんだけど、1色っていうのがこの糸のね色、糸がね、25メートルごとに色が変わるんですよ。で、その1色が25メートルなんで、まあ、投げ釣り師が4色っていうと100メートル、まあ、プラス力糸があるんですけどね、うん、で今ね、5色半ぐらいちょっと投げました、うん、でゆっくりゆっくり巻いて当たりをちょっと感じていきたいと思います。ほいほいほい、あー、いい当たりいい当たりいい当たり、これはキスだ間違いなく、うん、4色ぐらいだな、3色半から4色ぐらいの間、うん、そこで今キスらしいいい当たりが出たね。まあね、その時のね、白ギスの活性にもよるけれども、ちょっと当たりがあったら、次の当たりが入るまでちょっと止めてあげたりすると、連掛けにねなりやすくなります。だいたいね、白ギスもね、一匹で単独で行動してるってことは稀なんですよね。だいたい何匹かで、海底付近をね泳ぎ回ってるんで、一匹餌に反応してくれると、その他周りにいた白ギスがねバラバラと針にね、かかってくれるってことが多いんで、当たりがあったら、まあ、ちょっと今までの錆びくスピードよりもゆっくりにしてあげる、もしくはちょっと止めてあげる、状況次第で、なんていうのかな、変えていったらいいかな。よし、ちょっと上げてみようか。さあ、ついてるかな。ダブルでした。14、5センチのやつと17、8ぐらいの、ダブル。まあ、次はね、いる距離に直接重りを入れちゃうとどうしても魚が散っちゃうから、まあ、いる今、ね、100メーターぐらいで当たったよって言ったら、まあ、最低でもその10メーター、15メーター先には落としたい。本当に5色半、このくらいから引っ張ってくると理想的かなと思います。うん。で、投げますよ。はい。よいしょ。はい。まあ今もね、1投目と同じ5色半に、投げました。さびく時のねスタイルっていうかさ、まあ、こうやってね立ってさびく人もいるし、よく僕はね、こういうふうにね、まあ、膝ついて竿尻を地面につけて、この膝のね内側のちょっとこの硬いところ、ここに竿を当てるの。それで、1点2点3点でしっかりと竿を固定してあげると、
当たりがね取りやすくなるの。これねちょっとねもし皆さんやる機会があったら試してもらいたいんだけど、ただ手に持って引っ張ってるだけと3点で固定しながら引っ張るのとでは手元に伝わる当たり方全然違うんで、そうすると細かい当たりとかも拾えるようになります。でさっき当たりがね 100m ぐらいのところでありました。今ね5色ちょい投げたんですよね。5色半ぐらいいったのかな、うん、で当たりがあった距離までは、少しちょっと早めにね、引っ張ってきましょう。さあさっき 100m 4色で当たりがあって、今糸は4色半よりちょっと巻き込んだかな、そのくらいのところまで来ました。ですんでこの辺からゆっくりゆっくり、引っ張って誘っていきましょう。活性の高い時だったら今みたくリールをぐる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 ゆっくりゆっくり回してるだけでも食ってくるんですけれども、まあ、ちょっと水温下がったりね、したりね、ちょっと濁りが出たりとかで活性が落ちた時なんか、まあこういうふうに一回止めて前出してリール巻いて、その分こうやってちょっと引っ張ってあげるとか、要は食わせる間を与えてあげる、うん、そうすると魚がね当たりを出しやすくなる。もっとね夏とかでね魚自体がやる気ある時はねもうねガンガン引っ張っちゃってもね結構食ってきますよ。さあ今これでちょうど、リールのところで 100m の、糸が 100m 4色の糸が来ました。ですんでさっきこのぐらいのところで当たりが入り出したんで、出だしたからちょっとゆっくりゆっくり慎重に引っ張っていきましょう。探っていきましょう。ちょっと当たりがないな。さっきこのぐらいの距離でね当たったんだけど、もう少し手前まで引っ張ってみましょうか。ブラテンビンは今までねこういう形でしっかり動くから当たりがよく取れる、まあ、当たりがよく取れる反面ノリがちょっとね固定天秤に比べていまいちだよね。固定天秤だと今度当たりが取りにくいよねって言った時にこの半ブラ天秤っていうのが今出てきてて、まあ最近投げ釣り師の間ではね使われる方が多くなってます。当たりと飛距離を兼ね備えた、まあ、半ブラ天秤みたいなね感じで、まあ、こういうの使ってもらうとより釣りの方もね、当たりが取れてよりノリも良くなってより釣れるようになります。うん、あとね、カレー釣りとかで使うね、誘導のね全誘導の天秤とかも当たりがよくわかるんで、まず 1,2 頭ねその全誘導の天秤でやって当たりの位置を確認したら固定天秤に切り替えて釣るとかね、そういう作戦でやる人もね結構いますよ。ちょっと今ね投げてて、当たりが全くありませんでした。で、最初、まあ、5色半投げました。4色で当たりがありました。で、まあ、2投目投げて、まあ、5色半から投げて、まあ、4色を中心に探って3色も探って当たりがありませんでした。とするとじゃあもっと手前にいるのかもっと先にいるのかっていうことなんで、まずはちょっと手前側の方から、様子を見ていきたいと思うので、さらに軽く投げたいと思います。さっきはねちょうどねポイントの辺にねスナメリがね何頭かね泳いでたんですよ。でやっぱりそのスナメリとかね大きな、まあ、魚というか怪獣ですよね。そういうのがいるとねシロギスとか弱い魚なんでねすぐね散っちゃったりするんだよね。この辺なんかね今ねさびいてて、ちょっと今この辺、この辺、4色半ぐらい、この辺なんかねちょっと引き心地、まあ、引いてくる時のこの抵抗感なんだけれども、ちょっと今までのところとはちょっと気持ち違うような、重さを感じるんだよね。
でそういうところっていうのは駆け上がりになってたりするんで、魚がいてもおかしくないのかなって予測してます。まあ、そういうのをね見つけながら釣るっていうのがあのシロギスのこの投げ釣りの醍醐味なんじゃないかな。うん、探って探ってここに駆け上がりがある、あああった当たったとかね、そういうふうにイメージしながら釣ると、うん、より地形をね何て言うんだろう、詳しく把握できるというか、なんとなく今なんか触ったような気がする、気がするっていうぐらいの小さな当たりなんだけど、うん、やっぱりねこれ今ね糸が4色に入ったところ、さっき当たりのあった辺だね。今のはね多分ね針にはかかってないけれど、うん、なんか餌をねつつきに来たような小さな当たりがあった。そういう風にちょっと気配をね感じたら仕掛けを止めて次の当たりを待ちたいと思います。当たった。やっぱり4色中、ちょっとさっきより当たり方弱いけれど間違いなくこれキスの当たりだから、ちょっとサイズがちっちゃいのかもしれんけど、うん、いるいる、うん、4色中、当たってる当たってる、大丈夫。じゃあちょっとね上げてみましょうか。はいはい、トリプルウィニーメゴチ。ちょっとねさっきよりサイズがねちょっとちっちゃくなっちゃったけど、あのやっぱ当たりがちょっとちっちゃかった分、うん、そんな感じなのかな。さあ4色、お4色入った途端に当たりがありました。お当たってる当たってる、いい感じいい感じ。レンでかけるねコツとしてはね、まあ今日なんかだとやっぱり少し間を置いてあげた方が、うん、いい感じにレンになるような気がします。よし、じゃあ回収します。ダブルかトリプルか、トリプルでした。肩のいいののトリプル。はい、さっきちっちゃいの混じったけど今混じんないでしょ、多分フラッシャー、フラッシャーつけると肩が良くなる。いやアピール力が違うんでしょ、うん、ゾーンに入りました。当たりが出ました。ほら当たってる当たってる。当たってるでしょ、わかる、ほら当たった、ほら当たった。もうやっぱりもうゾーンなのよここが。このほんの数メートルがゾーンなのよ。150メーター投げたうちの7メーターぐらいにしかいない。それをつかめるかつかめないかがもう釣果を大きく左右します。これをわからないで闇雲に引っ張っちゃっててゾーンがつかめないともう釣りにならないんですよ。広い海の中のほんの5メーター7メーターのところにしかキスがいない。でもそれは横方向にずっと同じところにいる。これを見つけるのがキス釣りの楽しさだよね。上がってくるよ。あ、仕掛けが絡まってやがる。はい、トリプルだけど仕掛けが絡まっちゃった。ああこれなんでこういう風に絡まっちゃったかっていうと、こいつこのキスね、このキスが針2本食ってるんですよ。で俺もね仕掛け止めちゃったりしたから、なんだろう、追い食いして上の針を食ったりして、これでみんなこれ絡んじゃったんだよね。だからもうちょっと早いタイミングで
引っ張ってもいいのかなって、うん、思います。はい、今日はね午後からね、まあ、ちょっと、シロギスのね投げ釣りやってみましたけれども、結構ねポイントがね狭い、でもしっかりとゆっくりさびいて当たりを見極めて、同じところを狙う、まあ、そういう基本通りのね攻め方をすると、まあ、ちょっとねご覧の通りね、キスの方も、まあ、なんとか結構数も出た、まあ、両肩、まあ、肩がいいよね、うん、そういうのがね、釣れます。まあ、ぜひね皆さんもね、この動画をちょっと参考にしてねやってみていただけたらと思います。